リブロースマイナス1、5ゴビスリン酸は、カルビン回路の重要な合炭素の中間体である。リブロースマイナス1、5ゴビスリン酸は、リブロース1、5ゴビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼによって二酸化炭素を付加されて、六炭素の反応中間体を生ずる。この六炭素の反応中間体は、非常に不安定なため即座に二分子の酸、ホスホグリセリン酸に分解する。 カルボキシル化によって作られるその非常に不安定な分子は1988年に初めて単離されるまで未知の物質であった。ラブプは光合成の光化学反応で作られた ATP によって再生される。ヘキソース性合成にはデンプン、アミノ酸、脂質などが使われている。グルコースは解凍系の酵素で作られる二分子のトリオースから作られる。 ルビスコは光合成においてラブプに対し酸素または二酸化炭素のどちらかを触媒する二酸化炭素の場合は還元で酸素の場合は光呼吸である光呼吸では正味の炭素同化量がゼロとなり炭素の代わりに酸素が取り込まれるこの現象は主に温度に依存している高温の場合発組式の水蒸気中の二酸化炭素濃度が 徐々に減少する。C4 植物では二酸化炭素輸送機構によって光、合成組織の二酸化炭素濃度を上昇させている。ありがとうございます。